葛飾明宏様、どうぞご登壇ください。どうもありがとうございます。一番最初に失礼します。7回連続です。7回連続です。ありがとうございます。狙ってるわけではないんですが、いろんなことに関心があるので、質問時間と質問収集の数が多くなっております。このような会で表彰していただきありがとうございます。あと今回自分が受賞するよりも嬉しいのが、キーさんが特別表彰されたのが私非常に嬉しくて、皆さんにぜひ知っていただきたいんですけれども、この前英語の民間試験が導入が延期になりましたが、この問題を2年近くずっと取り組んできたのがキーさんでして、キーさんがいたから本当にこの問題がこの大きくなって、そして、中止というか延期になったというものなので、ぜひ皆さん知っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、ちょっと、はい、安倍内閣ってね、むちゃくちゃやと思う。はい、大臣が知ってる、はい、次、なんでこんなむちゃくちゃなの。まあ、総理の資質の問題じゃないですか、ね、それはあんたの責任だよ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。